皆さんこんにちは、田中えみりです。今日紹介するカップ麺は東洋水産マルちゃん製麺カップ煮干し担々麺です。煮干しと担々麺の新たなコンビネーション。マルちゃん製麺は今抜群に美味しく、そして10年後、20年後も古びることなく愛され続ける即席麺をコンセプトに、乾燥麺でありながら生の麺本来の自然な食感と味わいをお楽しみいただける即席麺です。今日紹介するマルちゃん製麺カップ煮干し担々麺はコクのある煮干しとまろやかな練りごまを効かせたスープが特徴の一杯です。煮干しとポークの旨味をベースに味噌や練りごまなどのコクを加えており、生麺のような滑らかな麺とよく合います。商品特徴、麺、生麺茹でてうまいまま製法による生麺のような滑らかな口当たりと透明感や弾力のある食感が特徴の麺。スープ、煮干しとポークの旨味をベースに味噌や練りごまなどを加えてコクを出し、花椒や唐辛子で華やかな香りと辛さをつけた担々スープ。自家製だしを使用しています。具材、味付けひき肉、玉ねぎ、チンゲン菜。食べてみた感想、スープは様々なスパイスが絶妙に絡み合わさった辛味噌担々スープ。程よい辛さと煮干しの風味が食を同心させてくれます。麺はちょっと固めの細麺、生麺に近い食感とすすりやすい滑らかさはさすがマルちゃん製麺ですね。具材はスープをたっぷり吸い込んで美味しく仕上がった味付けひき肉、チンゲン菜も担々味には定番のお野菜ですね。全体的には煮干しのコクとスパイスの刺激が広がる担々味でまとまっていますが、辛すぎることはなく、担々麺好きの方なら無理なく最後の一滴まで飲み干せるかと思います。爽やかな風味のホワジャオ、ピリッと刺激的な唐辛子のダブルで奏でる辛味と刺激のコントラストをぜひご堪能ください。煮干しと担々麺の新たなコンビネーション。本日は東洋水産マルちゃん製麺カップ煮干し担々麺を紹介しました。田中えみりでした。